皆さんこんこにちはピチです今回は視聴者の方からご質問をいただきましたのでこの持ち歩き手帳ミニ6ココアブラウンの手帳の中身とあとは付箋の紹介をしていきたいと思いますリクエストをくださったミモフレさんありがとうございますご興味ある方は是非最後までご視聴してくださいよろしくお願いいたします まず、こちらのココアブラウンのスペックからご紹介をしようかなと思います。こちらはですね、ルート八十三さん、作家さんから購入させていただいた手帳です。ヌメ革でできてるんですけど、表革がシュリンクヌメで、あのエイジングを少し遅らせるような。 あの加工がされているみたいなのでそのエイジングの具合っていうのは個人差があるみたいですねでこの中身は普通のヌメなのでししっかりとあのエイジングはしていきます実際私もこれを使って半年以上経ったんですが少しね茶色く最初白かったんですけど茶色くなってきました。 はいこんな感じですねで、えー、私のこの手帳のリング券は15ミリでステッチは白ステッチのものとなりますはいこの白ステッチも加工を白にするとか本来なんか茶色みたいなんですけどなんか自分で決めれるみたいなので選べるみたいなので白か茶色のステッチかはいあのぜひルート83さんの ページに飛んでみてください。で、ミンネとクリーマーで見ることができます。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。で、えー、中身を見ていこうかなと思います。まず先に手帳パラパラをしていこうかなっていうふうに思いますね。あのこっちにですね、こんな感じで。 私は自作の差し込みリングを使用してダブルリング化しています。でこれはですねアシュフォードさんの差し込みリングにマスキングテープでよいしょ厚紙をこんな感じで連結させてでこの どうしてもこのマスキングテープだとちょっと弱いのですぐね取れちゃったりするのでクリップで固定しています。はい、本当に簡易的な差し込みリングでダブルリング化しています。こんな感じでこちらの差し込みリングにはリフィルをストックしています。よいしょ。入れているリフィルはノックスの 方眼リフィルですね2ミ,2ミリ方眼とあとはノックスのリーガルパッドリフィルそれからアシュフォードさんのドット方眼リフィルを入れていますでここはもう本当にメモ帳だったりあとは出先でちょっと雑記書きたいなとかあとはミニロックサイズ で雑記書きたいなとかいう時にあの書けるように自由に使っている差し込みリングですね。はい。でもうねちょっとねこっち15ミリリングでパンパンに入れてるのでこんな感じでねあのディバイダーが剥がれてきちゃうんですけどはいこんな感じで入れています。これはディバイダーをブロック プロテクター代わりにしていますね。で、後ろに100均の。付箋を。貼っています。付箋を置きになっています。で、好きなステッカー入れてみたり。あとはノックスの。この月間、リフィルメモ付き見開き、メモ付きっていうのを今年は使っていますで、ちょっと月間ページはお見せすることができないんですけれども、普通に。 スケジュール帳としてて使っていてでその月間ページの次のページにこういう見開きメモ欄がついているんですがここにはあの情報を書いていてます市の情報と図書館に行くので図書館の情報それからカフェに行くのが好きなのでカフェの情報なんか新作が。 あったら気になる新作を書くとか、あと休館日を書くとか、でこれは12月なので年末だったので、あのバスのダイヤとか、あとはゴミの収集のメモとかをしていました。でよく行くスーパー、えー、例えば何日ポイント何倍でだよとか火曜日だよとかいろいろあると思うんですけど、あのそういった情報を書いていたり、あとはお得な商品 おおい品をメモしておいたりとかですかねしていますでここのお店っていうのはスーパー以外でよく行くお店の営業時間だったりとかあとは「ポップアップストアこんなのが出るよ」とかまあそういった気になる情報があったら書いています。<laughs> でその他っていうのは一応作ってるんですけど例えば今月に行きたい場所とか。 の情報を書いたりとかあとは欲しいものをどこどこであのいくらだったとかそういったなんかメモを自由に、えー、書いています。で、えー、次がですねここはちょっとシークレットリフェルのページになるんですけどバスのダイヤが書いてあったりあとは 連絡先とか入れていますかね病院の連絡先とかそういったものを入れていますで、ここも付箋お気になってるんですけどこれはお裾分けでいただいたものをこんな感じでそのまま入れていますはいちょっとねパラパラ落ちてきちゃいますねはいこんな感じで <laughs> あ、いちごちゃんが逆だ。はい。で、ここら辺もそうですね。付箋置きみたいになっています。で、ここには今私は薬膳料理に興味を持っているので、薬膳についての知識をちょっと書いています。はい。で、これは 買い物行く時にいろいろ見たいなと思って家置きの手帳ではなくって,あえて持ち歩きのの手帳の中に入れている情報ですでこれは「歳時記」のページなんですけどこちらにも「旬の野菜」を書いて効能を書いてなんかこう買い物に行った時にあ「あこのこの野菜旬だったよな」って。 このなんだったっけとか、あとは逆に最近ちょっと疲れが溜まってるからタケノコ食べてみようかなとか、なんかそんな風に献立のヒントにしたり、あとは買い物する時に役立てたいなと思ってこんな感じでねあの挟んでいます。はい。でここはダイエットに向いている食材を書いてみたりとかですかね。はい。でこれは 病院の情報と図書館の情報を挟んでいます。ここにはあの同じものを買わないように、デコラッシュ持っているデコラッシュをメモしておいてあります。で、この中にですね。ユニボールワンピなんですけど、中はジェットストリームの芯が入っていて、その品番を書いていたり。 とかですかね。ここは文房具の情報ページとなります。はい。ちょっと次気になるなって欲しいなと思っているインクをメモしておいてみたりです。とか、あとは自分の手持ちのインク一覧表っていうのも入れています。これを見ながら新しいマネー室インクとかかあの購入を考えているときにあなんかちょっとピンク系。結構。 あるからじゃあちょっとそうだな全く持ってないこう鮮やかな緑とかがいいかなとかを偏らないようになるべく購入していきたいなと思っているのでここはジェルネイル最近ちょっとできてないんですけどジェルネイルダイソーとキャンドゥとセリアごとに。 あの持っているジェルネイルの、えー、カラーチャートみたいなのを作って同じものを買ってしまうっていうのを防ぐために入れています。で次は読読んだ本リストでですすかね読書することも好きなので これこの作品この作者さんのこの作品読んだっけかなとかなんかちょっと図書館とかで気になる時に、えー、見たいページですでここはおすすめしていただいた本のメモをしてありますここもそうですねあの読みたい本をバーっとメモしておいている感じです あとは見たい作品リストドラマとかアニメとかですかねあと YouTube とかあのそういったものを書いていますで行きたいところの情報を挟んでいたりあとはカフェに行くのが好きなのでカフェの情報をちょっとまとめてみたり好きなカスタムを書いてみたりとかですかねはいでここは付箋置きまったなっています でね、ここの小さなところには自分の占いにのキーワードをまとめているページです。でこれは出先でちょっと時間ができて手帳タイムしたいなっていう時に最近をを振りり返るための質問を用意してあります例えば「自分ができる社会貢献って何だろう?」とか習慣化して。 どうやったら習慣化してもらえる動画作れるかなとか自分のモットーって何だろうとか自分らしく過ごせる環境部屋ってどんなものなんだろうとかまあ自分の目標とか達成したいことに関係のある一応質問ですかねを自分で用意しています。でここは、えー 出先でもレタリング、こういうちょっとかわいいイラストとかもかけたら手帳タイム楽しめるかなと思ってカンペみたいいなのを用意していますでここは近々やりたいこととか近々作りたい動画リストみたいな感じでミニ 5M5 サイズのリフィルに入れてまとめてあります。 はい、でここからは日常のメモ欄となっておりますアシュフォードさんの「曜日なしデイリーリフィル」を使ってまあ,あのトゥードゥーを書き出したりその日のメモを書いてみたりとかあのもう綺麗に書くとか記録するとかっていうわけではなくて本当にメモ走り書きで残しておくページとなります。はい でよいしょこれが1ヶ月分は入っていてでこの中には絆創膏とかが入っていますね。でこれはあの読書をする時にここの文章すごくいいなあとでメモしたいなとかいう時にピッと貼れるようにフィルム付箋を、えー、挟んでいますあとは油性ペンでこの上に題名。 見出しともあります。はい。でここの最後はカードホルダーが入っているんですがスタバのカードだったりあとは図書館のカードだったり診察券だったり保険証だったりまあ大切なあのよく使うカード類が入っています。でここにはツバメノート のリフィルも好きなのであのリフィルを挟んでいたりよいしょあとはマンスリーでまだその日,日付が確定してない予定とか一回書き込んじゃうと修正テープとかで消すの消してまた書き直すの面倒いのでこう付箋に書いてまだ 確定定しててないい予ととかを書くきに使っていますでちょっと出先で貼りたくなったら貼れるようなシール切ったですかねを入れていたりよいしょあとは先日伊藤屋に行っていただいたカードですね年間カレンダーみたいなカードを入れていたり。 あ,あとこれあれですねスターバックスこの間なんかレシートが当たったのでドリンクが1杯好きなドリンク飲めるみたいなやつですねこれを挟んっています、はい、な手帳の中身はこんな感じですで、えー、このココアブラウンの手帳を こん,なこ,こんな方へおすすめしたいなーっていうのがあってこの手帳結構柔らかくて皮がもう見てて分かると思うんですけどこのくたっとしてるんですよねで初めからこういう柔らかい皮なので非常に軽いですなのであの軽い手帳をお探しの方これ本当に持ち歩き手帳にはすごくいいと思います。 であとはですねノートと併用使いしたいなと思われている方にもおすすめですね私は差し込みリングを入れてダブルリング化してしまっているんですけれどもここに文庫本サイズのノートとかを、えー、一緒にこう挟むこともできますでそれに伴ってなんか読書手帳にもいいかもしれないなと思いましたこの文庫本サイズですねちょっと薄めの 文庫本と少し厚めの文庫本を用意したんですけど、まあ、こんな感じでまるっと飲み込んでくれるので今読んでいる本とあとここに読書リフィルみたいなあの記録とかあらすじとか評価自分でこれ面白かったとかあと感想文書いたりとか、まあ、そういったリフィルを挟んでこれを読書手帳とかにしてもいい いいいんじゃないかなかってすごく読書手帳と相性がいいんじゃないかなっていうふうにも使っていて思いました、ね、ちなみにこの分厚い方もあの飲み込んでくれますので,で読書記録は書かないけれども読書することも好きで本も持ち歩くんだよねっていう方もいいと思います。私自身こ,うこの本だけ をバッグに入れておくと中でちょっとくちゃって折れちゃったりとかしてそれにね少しストレスを感じたりするのでこう一緒に手帳と挟んでおくと本カバーじゃないですけどか会員的ななんか守ってくれるのですごくいいなと思っております。はいであとはですね ミニロクで一元化したいなって考えている方にもおすすめです。私は十五ミリリングなんですけれども、あのオプションとして追加料金払って、十九ミリリングにすることも可能です。十九ミリリングも、あの少しこれよりも少しだけ横幅大きく作ってくださる。みたいなので。 あの先ほどと同様にノートだったり本だったり差し込みリングだったりっていうのもあの差,し差し込むというかこう挟めるので割りかし多くの情報量をこの手帳に詰め込むことができると思います。15ミリリングでもあの一元化できなくはないんじゃないかなっていうふうに思います。はい でですねそもそも持ち歩く持ち歩き手帳のメリットって何なんだろうっていうふうにちょっと考えてまとめてみましたで、持ち歩き手帳を作るメリット持ち歩くメリットっていうのは出先での隙間時間を有意義に過ごすアイテムになるなというふうに感じております例えばなんですがカフェ行ってちょっとねなんか友達と待ち合わせして で友達が例えば電車が遅れちゃってちょっと遅くなっちゃいそうなんだよねとかっていう時にあじゃあ20分とか30分あのカフェに入って手帳タイムしようかなとかっていう時にすぐこれを持ち歩いてればすぐできるっていうのとあとは先ほどあの買い物メモの時に言ったんですが出先で必要な情報をすぐ確認できるっていう良さもあると思います。 はい、なんか調べて書いてそれで終わりっていうのが一番もったいないかなと思っているのでそういうせっかく調べてまとめた情報をやっぱ日常に落とし込んでいくのが理想なのかなっていうふうに思うのでこういう情報を日常に必要な情報とかを入れて。 持ち歩くっていうのはすすごくいいいいいんじゃないかなかっていう,ふうに思いますそれから買い物メモをあのカラーチャートとかさっきのインクもそうですけどインク表もそうですけどこういったネイルとかインクのチャートを作っておくことで同じ商品を買うっていうダブル買いの防止にもなると思います。はい、メリットは 私が実際使っていて持ち歩いていて感じたメリットは出先での隙間時間を有意義にするっていうことですね。はい。でここからはですね、好きな、えー、付箋とかこうちょっと付箋についてお話をさせていただきたいなと思います。私がよく使う付箋の紹介をさせていただこうかなと思います。で好きな付箋っていうのはあの。 スワテリエスシリーズの付箋です。こんな感じで今ちょこちょこと集めています。シンプルなんですが。ちょっとおしゃれな感じなので非常に使いやすくて。あの。この付箋を使うだけで、手帳の中を簡単におしゃれにしてくれるんじゃないかなと思いますね。はい、好きな付箋はスワテリエスシリーズの付箋です。 ねえー、持っていて便利だなと思う付箋は、まあ、少し先ほども言ったんですがまだ確定してない予定を、えー、書いて貼っておくっていうのに便利な小さめな付箋ですね。これはフィルム付箋なので油性ペンで書く必要があるんですけれどもあの可愛い,いので。えー 買って使っています。これはみどりさんから出ている付箋ですね。はいで、これもみどりさんですね。こちらは紙なので、そのままボールペンであの落とし込むことができるので、持ち歩き手帳とかに入れておくとすぐさっとかけていいかと思います。はいで。あと、ここら辺ですね。ここのね付箋もよく使います。好きです。 ロフトで購入しましたココちゃんの付箋ですね。はい、この吹き出しがちょうどいいサイズ感で何かとあの使う頻度が多いです。はい、ロフトとか東京ハンズに売っていると思うので、あの可愛い,いなってちょっと気になるなって思われた方は、えー、立ち寄った際にぜひ見てみてください。それからこちらですね。こちらもね。 小さめの線でミニ6サイズにはあの相性がいいんじゃないかなっていう風に思います。こちらはマークスさんから出ている付箋です。カラーバリエーションも結構あってで、この丸の形とここにね。ちょっとリーガルパッド風になっている。デザインとあとは方眼。リフィルみたいなあのデザイン。 3種類を使っていますであとはミニ6サイズと相性がいいなって思っている付箋はこのの正方形のタイプです、はい、こちらね5ンチ5ンチの正方形なんですけどこれがミニ6サイズにぴったりなんですよね。でりかし情報量もかける付箋なので。 えー、例えばですけどなんかこんな感じであの大きい付箋って結構この穴のところに当たってしまったりあとはほんのちょっとここに出ちゃったりとかっていうことがあるかと思うんですけどこのサイズだとある程度描くこともできてでこのリフィル内に綺麗に収まるっていうのでえ気に入っております。はい ちょっと剥がしちゃったので貼 <laughs> っとこ <laughs> こんな感じでね2枚貼ったりとかしても可愛いと思います私がよく使う付箋それから、えー、相性を使っていて相性がいいなと思う付箋のご紹介をさせていただきましたよいしょ。結構こうやって並べてみるとありますね <laughs> はいということで、えー、気になる付箋とかありましたかもしあったら是非今回はこのココアブラウンの手帳を中心に、えー、動画を作らせていただきました皆さんにココアブラウンのこの手帳の良さが少しでも伝わればいいなと思っております はいえー、最後までご視聴してくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでしたババイバーイ